ヒロム、なんだって。ああ、どうしよう。ああ、いってくそ。ああ、何、ヒロム。ああ、スーパージュニアだ、もう。どの口が言ってんだよ、お前。ブッサの顔見てみろ。真っ黒じゃねえか。あんなことして勝ったやつが、そんな格好つけてって。アホか、お前は。ブッシー、てめえ。もうちょっと真面目に気を据えてやんねえとだな、ブッシー。おい、ノーボーイさんとの戦いにせっかく持ってきたのには使えなかったよ。これでかっこいい入場しようと思ったのに、ノーボーイさんにあげようと思ったのに。ああ、さすが匠だよ、ノーボーチさん。楽しかった。ああ、痛いけど気持ちいいだろうな。ノーボーチさん、すげえ年下の俺から教えてやるよ、プロレスは。ここと、ここだけじゃねえ。ここも必要なんだよ。っていうか、ここが一番大事だよ。さて、さて、スーパージュニア、スーパージュニア、始まるな。金丸、デスペラード、どっちかな。まあ、どっちかはいるんだろう。スーパージュニアでもう一回やろうぜ。もう一回と言わず何度もやろうぜ。お前らとやるのは楽しくて仕方ねえよ。ああ、もっと、もっと楽しませて。おい、金丸、デスペラード、お前らいい加減にしろよ。邪魔しやがってクソが。ああ、次のスーパージュニア、お前らともう一度戦う、楽しみにしてるよ。